皆さん、こんにちは。今回は、労働保険料徴収法第6章、継続事業のメリット性について見ます。この継続事業のメリット性というのは、その事業の労災保険率を上げ下げする制度です。すなわち、この労災保険率というのは、業種ごとによって設定されておりますけども、同じ業種であったとしても、その災害発生率には差があります。積極的に労働災害防止の取り組みをしているところは、災害発生率は低くて、そうでないところは高いということです。その災害発生率の差、すなわち安全成績の の差というのを労災保険率に反映させて安全成績が良いところは労災保険率を下げるそして安全成績が悪いところは労災保険率を上げるというのがメリット性ですそしてその事業の安全成績というのはその事業が払った保険料に対する出ていった保険給付の比率で決まりますそれではメリット性の原則を見てまいります まず全体像を見てまいりますとまず要件として一定の事業活動の期間の要件がありまして3年以上ですというのもその事業の災害発生率安全成績というのは過去3年間の実績をもって測るからですこの災害発生率は過去3年間で見るというのはこの労災保険率の設定のところでお伝えした通りの共通パターンですそしてある程度の規模がないと数値が安定しないということでこの過去3保険年度の各年度において一定規模すなわち100人以上の労働者がいたことが求められますそしてこの 過去3保険年度における保険料と保険給付の比率を収支率と言います。この収支率が75%以下である、まあ、つまり保険給付の支払いが少ないという場合は安全成績がいいということで労災保険率が引き下がります。一方で85%を超える場合、つまり保険給付の金額が多いという場合については労災保険率が引き上がるというのがメリット性の仕組みです。逆に 75%を超えて85%以下の場合についてはこれは平均的ということで労災保険率はそのままということになりますそしてその上げ下げされた労災保険率はいつから適用されるかというと平成32年度からすなわち算定対象になった3保険年度の最後の年度平成30年度から見ると翌々年度ということになりますイメージとしては翌年度である平成31年度に集計をして翌々年度の平成32年度から適用ということです以上が全体像になりまして個別の規定に落とし込んでいきます まず事業期間の要件としては3月31日時点で3年以上経過していること。 そして規模としては、過去の3保険年度において、左側の流れ、それぞれで100人以上の労働者を使用すること、あるいは100人行っていなかったとしても、20人以上100人未満で、所定の要件を満たしている場合も該当します。所定の要件というのは、ざっくり言えば、危険な業種という要件です。一方で、継続事業と見なされている一括有機事業につきましては、各建設現場の労働者の数を数えるのは無理なので、そこで別のもの、つまり確定保険料の金額が40万円以上であることを求めています。 そしてその収支率が85%を超えて75%以下であることが条件です。その数字の覚え方は、箱根を超えて名古屋に移管です。この収支率を掘り下げて見ていきますと、過去3年間の実績によって計算されます。分数式になっておりまして、まず分母が保険料です。政府から見た収入ということになります。 この保険料というのは一般保険料の金額と第1種特別加入保険料の金額となります。そのそれぞれの金額から非業務災害率にかかる部分は除かれます。すなわち企業の防災努力というのは業務災害にかかわるもので通勤災害とか二次健康診断の部分というのは企業の防災努力とこれ何の関係もないということになりますからその金額は除いて計算するということです。そして特別加入保険料に関してみると一人親方の第2種と海外派遣者の第3種は入りません。まず、 に関しましてはその事業主と見なされるタクシー協会などの団体は存在しますがそのリアルな事業体っていうのは存在しておりませんのでこのメリット性の適用もないということですそして第3種海外派遣者につきましてはその海外での事故というのは日本国内の事業の防災努力ではどうにも防ぎませんのでこれも含まれてはおりません以上が分母になりまして一方で政府から見た支出保険給付についてです この保険給付についても対象になりますのは業務災害に関する保険給付と特別支給金です。通勤災害や二次健康診断については防災努力は及ばないっていうことです。そして第三種特別加入者も入らないっていう点は分母と同じです。 そして特定疾病にかかったものに対する保険給付も除かれるということになっています特定疾病というのは特定業務に長期間従事することによって発生する病気ということでこれは潜伏期間が長い病気とお考えくださいすなわち10年前に石綿を扱っていた仕事が原因で今発症したっていう場合にその10年前の仕事が原因でかかった病気について行われている保険給付というのを過去3年間の安全成績に含めるのはおかしいだろうっていう考え方です以上が収支率となりましてこれが85%を超えて75% 35%以下の場合にメリット性が発動することになりますその上げ下げの仕方ですけれども最大40%の範囲内で上げ下げすることになってます例えば平成28年度から30年度の収支率が200%つまり安全成績はものすごい悪いという場合につきましては この全体の労災保険率から、まず、非業務災害率を引いた率、これについて上げ下げを行うことになります。なぜならば、非業務災害率の部分というのは、企業の防災努力となら関係がないからです。そして、この労災保険率から非業務災害率を引いた率を40%増しにした率に、非業務災害率を付け戻した率というのが、翌々年度、平成32年度の労災保険率となります。 一方で、収支率が0%、安全成績はものすごいいいと、保険給付が全く行われませんでしたっていう場合については、やはり、労災保険率から非業務災害率を引いた率を40%減らした上で、その上で非業務災害率を付け戻した率というのが、平成32年度の労災保険率になるという考え方です。以上がメリット性の原則となります。 一方で、中小事業に関しましては、より一層の防災努力を促そうということで、特例が適用されます。どの辺が特例かというと、原則は増減幅が40%のところを、 この中小事業が特例を適用されると増減幅が45%になるということですつまり成功すると45%まで減らせますけれども逆に失敗すると45%増えてしまうということでモロハロの剣の側面もありますその中小企業の基準というのは労災保険の特別加入で登場した中小企業の基準と同じですそして要件は中小企業により一層の防災努力を促すということでその3保険年度のいずれかの年度で所定の安全衛生加工措置を講ずることが条件です となりますこの安全衛生確保措置に関しましては、できるだけ中小企業の特例の利用を増やそうということで、いずれかの1保険年度だけで実施すれば OK となっています。効果としては、最大45%まで上げ下げで、翌々年度から適用ということです。以上第6章継続事業のメリット性についてでした。